ゲルニカ爆撃、ゲルニカ爆撃、ゲルニカ爆撃、またはゲルニカ空爆は、スペイン内戦中の九百三十七年四月二十六日、ドイツ空軍のコンドル軍団が、スペインビスカヤ県、ゲルニカに対してった、都市無差別爆撃である。ゲルニカには、バスク地方の自治の象徴である、バスク議事堂とゲルニカの木があり、歴代のビスカヤ領主が、多くの木の前で、フェロ、 地域特別法の遵守を誓ったことから、ゲルニカは、バスクの文化的伝統の中心地であり、自由と独立の象徴的な町だった。フランスの思想家である、ジャンイコール・ジャックルソーは、ゲルニカには、地上で一番幸せな人々が住んでいる。聖なる歌子の木の下に集う農夫たちが自らを治め、その行動は常に賢明なものであったと書いている。この爆撃は、小遺団が、 本格的に使用された世界初の空襲であり、史上初の都市無差別爆撃や史上初の無差別空爆とされることもある。この爆撃は敵国民の戦意を削ぐために行われる戦略爆撃の先駆けと考えられており、戦略爆撃は第二次世界大戦で本格化した。コンドル軍団はこの作戦を流言作戦、オペレーションルーガンという作戦名で呼んだ。 1931年にはアルフォンソ13世が退位して第二共和制が成立したが改革の失敗から民衆の不満が噴出し1933年の総選挙では右派のセダが躍進して左派勢力は敗北し1936年の総選挙では再び左派が勝利して人民戦線政府が成立するなど左右両派の力はきっ抗しており 社会不安が高まっていた。7月には、フランシスコ・フランコ、両将軍を首謀者とする軍事クーデターが発生し、スペイン内戦が始まった。伝統主義の気風が強いナバーラ県とアラバ県は反乱軍の側に立ったが、バスクナショナリズムの影響力が強いビスカ県とギプスコア県は、スペイン独立右翼連合への反感もあったため、 共和国政府側に立って人民戦線と共に戦い、バスク地方はスペイン内戦によって分断された。フランコ軍による本格的な北方作戦の開始前にもフランコ軍と手を組んだドイツ空軍による空襲は断続的に行われており、彼らは空軍演習を主目的としていた。コンドル軍団はフランコ個人にのみ責任を持ち、独立した、指揮権下で、 北方作戦を遂行していた。それまでスペインの鉱山は主にイギリス資本が所有していたため、ドイツ軍にとってバスクを手に入れることはイギリスの軍事経済に打撃を与える効果も期待できた。1937年1月4日にはハインケル戦闘機3機とユンカースジ52爆撃機9機がビルバオを空襲した。反乱軍は 重工業地帯を持つバスク地方に集中攻撃をかけることを決定し、陸軍と空軍の主力部隊、フーゴシュペルレを司令官とするドイツ空軍のコンドル軍団、イタリア空軍の旅団や士団をビトリアイコールがステイス近辺に集結させた。歴史可能によれば、反乱軍の一連の北方作戦は、地上軍と空軍を緊密に連携させた、史上初の作戦だった。 1937年3月31日のドゥランゴ爆撃を初戦として、モラ将軍を司令官とする本格的な北方作戦が開始された。ドゥランゴには戦闘機9機、爆撃機4機によって計4トンの爆弾が落とされ、バスク自治政府によれば即死者127人、病院での死亡者150人超、負傷者300人超を数えた。ドゥランゴには 防空体制や軍事施設などはなく、歴史家のは、ドゥランゴを容赦なく爆撃された最初の防備都市と表現した。それまでの空軍は地上戦闘の補助的役割にとどまっていたが、ドゥランゴ爆撃以後は独自の戦力としてみなされ、第二次世界大戦では主体的役割を担った。ビスカヤ県全域が連日のように空襲を受け、地ならしを終わると地上軍による侵攻を受けた。 ドイツ空軍、コンドル軍団は、ゲルニカ爆撃作戦を、流言作戦、オペレーションルーガンという作戦名で呼んだ。ビトリアイコールがステースの飛行場は狭かったため、コンドル軍団の戦闘機基地は、ビトリアイコールがステース、爆撃機基地は、ブルゴスに分かれていた。フーゴシュペルレ将軍は、サラマンカの反乱軍総司令部に泊まり、ボルフラムフォンディヒトホーフェン大佐が、 攻撃部隊の実戦式を取った。リヒト方ンは、当時の日誌で、共和国軍の退却路を断つことを、流言作戦の目的として挙げている。流言作戦に参加したドイツ軍機は一説によれば、ユンカースジュ52爆撃機23機、ハインケル HE51 戦闘機20機、メッサーシミット BF109 が6機、護衛であり、 北方作戦のためのドイツ軍にはこれらに加えて、ハインケル AGE111 爆撃機の実験中隊などもあった。また、イタリア軍は、サボイアマルケッティ SM81 爆撃機、サボイアマルケッティ SM79 爆撃機、フィアット CR32 戦闘機で、反乱軍の地上部隊を援護した。 1937年4月26日は月曜日であり、近隣の農村から農民が集まって、ゲルニカに定期死が立つ日だった。晴天で夜明けを迎え、天気は終日晴天との予報がなされていた。作戦の指揮をとる本ヒト方言は、ビトリアイコールがステースからメルセデスベンツを走らせ、ゲルニカの南東にあり町を見渡せるオイス山中腹の高所に向かった。 飛行部隊の指揮は、ルドルフ・フォン・モロー注意が取り、飛行隊の先導を任せられた。ユンカース・ジュ52爆撃機、ハインケル HE111 爆撃機、ハインケル HE51 戦闘機、メッサー・シミット BF-109 は、それぞれビトリアイコール、ガステイスト・ブルゴスの空軍基地から飛び立って、北方のゲルニカに向かった。一旦、バスク海岸まで出ると、180度向きを変えてを南下し、 午後4時30分、モロー注意が乗り込んだ、ハインケル HE51 戦闘機1機が、ゲルニカ駅付近に50キロ爆弾を落として空襲が、開始され、モロー機はすぐに飛び去ったが、ドゥランゴ北方のガライで航続機と落ち合うと、モロー機による、先導のもと、イタリア軍機6機を含む爆撃機12機が、同じルートで飛行した。本格的な爆撃が開始され、 午後7時45分までの3時間15分の間20分おきに波状的な空襲が行われた。さらに15分後にはハインテル HE111 爆撃機の編隊が低空飛行して機銃装車した。空の爆撃機は基地に戻って燃料と爆弾を補給し、再び中継地点のガライからゲルニカに向かい爆撃を繰り返した。午後5時15分には 重い機体が特徴的なユンカースジュ52爆撃機が飛来し、20分をきに2時間にわたって絨毯爆撃を繰り返した。絨毯爆撃は、オビエド周辺の共和国軍基地を攻撃するにあたって、コンドル軍団が採用したばかりの戦法だった。コンドル軍団は論理的な三波の攻撃を行った。第一に爆撃機が高威力の爆弾を投下して、 建物を破壊し、第二に戦闘機が機銃奏者を行って住民を射撃し、第三に爆撃機が焼夷弾を瓦礫の上に投下して大規模な火災を発生させた。焼夷弾は地上に到達した衝撃で発火し、摂氏2000度から3000度となって10分以上激しく燃焼するため消火は困難だった。スペインの他地方とは異なり、ゲルニカの家屋には 木材が多く使用されていたことも消失範囲が大きかった理由である。ドイツ軍の資料によれば使用されたのは250キロ爆弾54発、50キロ爆弾158発、焼夷弾5948発であり、これに加えてイタリア空軍も飛行機や爆薬を提供した。計40トンの爆弾と焼夷弾が使用されたが、焼夷弾が 本格的に空襲に使用されたのは歴史上初めてのことだった。ゲルニカ駅長は海戦が遮断される前にビルバオに電話して報告を行っており、ビルバオからは消防士や医師などの救援隊が派遣されたが、バスク軍がコンドル軍団に対して反撃を行うすべはなかった。将軍が指揮を取る地上軍はゲルニカまで 15km に迫っていたが、 なぜか爆撃後のゲルニカには進行しなかった。ゲルニカには、共和国政府軍は存在しなかったが、通信書などの軍事目標があった。これらの他には特に民家が標的となり、鉄道線路や郊外にある武器工場、弊社は無事であり、また、バスク地方の自治の象徴であるゲルニカの木とバスク議事堂も無事だったが、このことは、 バスク人自らが街に火をつけたというフランコ側の主張の根拠となった。同日のビルバオにはタイムズ、デイリーエクスプレス、ロイター通信、ストワールの4人の国外からの特派員がおり、バスク自治政府の計らいで、それぞれ自動車と運転手が提供さ、自由な取材が許されていた。4人はウェールズ人船長などと共にレストランの同じテーブルで食事中、 午後9時半頃に政府役員によってゲルニカ爆撃の知らせを受けたとされている。記者たちは知らせを受けると広報官の後に続いて自動車でゲルニカに向かい、爆撃翌日4月27日の午前2時にゲルニカに入ったが、この時にも街はまだ見渡す限り炎に包まれていた。記者たちは爆撃の状況を見て回ると再びビルバオに戻り、 すぐに自身が所属する報道機関に打電した。ゲルニカ爆撃を最初に報じたのはロイター通信であり、ロンドンでは、有観誌のザスター・イブニングニュース・イブニングスタンダード・ニュースクロニクルが27日最終版に短報を掲載した。タイムズの記者であるは、27日の早い時間にビルバオで避難民を取材してから、再びゲルニカに赴いて、 被害状況の取材を行い、ビルバオに戻ってから長い原稿を打電した。この記事は28日のタイムズ長官海外ニュース面とニューヨークタイムズ長官一面に掲載され、過度な感情を排したスティアの記事は国際的に気な反響を呼んだが、この時はまだ爆撃を報じた。特派員の名前は明らかにされなかった。スティアは爆撃がドイツ軍によるものであることを突き止め、 ドイツ軍が反乱軍側に立ってスペイン内戦に深く関わっていることを世界中に暴露した。スティアの記事は爆撃の内容を伝えると同時に世界中の新聞に転載されるなどして人々のゲルニカを形成したことでヒュートマスはスペイン内戦についての最も有意義なレポートと評した。ただしアングロサクソン系の著作家たちが スティアの記事を完全で正確な記録であるとなしているのに対し、主にスペインの歴史家はスティアに批判的であり、爆撃の回数、方法、爆弾の種類、火災の原因などの記述に疑問を呈している。ニコラス・ランキンの戦争特派員ゲルニカ爆撃を伝えた男は、スティアの生涯を追った書籍であり、中央公論新社によって翻訳されている。2006年には、 バスク自治州政府がスティアの功績を称え、ビルバオニアル通りをジョージ・スティア通りと名付け、その通りにスティアの銅像を建立した。歴史家のの調査によれば、当時のパリでは20紙ほどの新聞が発行されていたが、明確に共和国政府を支持する立場をとっていたのは2紙のみだった。反乱軍側の視点に立った保守的な立場を取る新聞が多く、 共和国軍側に立ったステアの記事は各市の紙面に激しい論争を巻き起こした。イギリス議会会員では爆撃に対する質疑が出され、左派の労働組合会議と労働党がファシストを非難した。アメリカ合衆国議会では上下両院でゲルニカ爆撃が取り上げられて議論が交わされ、合衆国の著名人数百人がテロ行為を非難する訴えに署名した。ドイツは ステアの記事に激怒し、記事の一切を否定して、タイムズを非難すると、ドイツ軍の総司令官であるアドルフ・ヒトラー同士から受ける予定だったインタビューを断り、ゲシタポ、秘密国家警察は、ドイツ国内から同士をすべて回収した。5月1日、パリでは、史上最大といわれる、メーデーのデモが行われ、過去に例を見ない数の市民が共和国広場から、バスティーユに向かうコースを更新し、 プラカードなどで反乱軍の爆撃を避難した。3月31日のドゥランゴー爆撃は日本でもすぐに報じられたが、ゲルニカ爆撃が日本で詳細に報じられることはなかった。5月1日付の大阪朝日新聞はサンセバスチャン29日発という見出しで短報を掲載したが、それまでスペイン内戦の動向を盛んに報じていた東京朝日新聞や、 東京日日新聞は、ゲルニカ爆撃に言及していない。東京朝日新聞記者の坂井ヨネオは、反乱軍側から、スペイン内戦を取材していたが、ゲルニカ爆撃を取材したことで、反乱軍に煙たがられ、スペイン出国の際に足止めを食らった。爆撃翌日の4月27日には、バスクジ治政府連打狩りのホセアントニオアギーレが、 ゲルニカ爆撃を非難する声明を発表したが、サラマンカに拠点を置く、フランコ軍の司令部は同日中に、バスク人が自らゲルニカにガソリンを巻き、自ら火をつけて焼いた。4月26日には、ビスカヤのどこにも飛行していないと、ラジオで伝え、5月5日には、新聞でも同様の声明を発表した。1936年9月に、バスク軍がイルンを放棄した際には、 実際にバスク軍内のアナーキストが町の一部を焼き払っており、フランコ軍はイルンの事例も自作自演説の根拠に挙げた。ゲルニカは3日後の4月29日にフランコ軍に占拠されたため、バスク自治政府が被害状況を正確に調査する時間的余裕がなく、フランコ軍は死傷者数の調査そのものを行わなかった。4月30日にはフランコ本人が初めて ゲルニカの事件に言及し、バスク自治政府の声明が嘘であるとして非難した。なお、ドイツ空軍によるゲルニカ空爆がフランコの意種であるとする書類は発見さておらず、また当日のゲルニカの人口や死傷者数については様々な推測がなされている。後日、バスク自治政府はその後もフランコ軍を非難し続けて、ローマカトリック世界の西ヨーロッパ国を味方につけたが、 これは戦争報道の宣伝戦の典型例に挙げられている。5月15日、ヒトラーは外交官のヨアヒム・フォンディッペントロップにいかなることになろうともゲルニカに対する国際的調査は阻止しなくてはならないと言明した。5月29日、国際連盟諮問委員会はすべての非スペイン人軍隊に撤退を要求し、スペインの非武装都市に対する空襲を有罪とす。 決議を可決した。イギリス、フランス、ベルギー、デンマーク、スイス、スウェーデンなどでは、ゲルニカ爆撃以前から、スペイン共和国支援組織が成立しており、ゲルニカ爆撃直後の1937年5月や6月には、ビスカヤ県の多くの子供たちが、ビルバオ加工のサントゥルセコなどからフランスなどに、集団疎開した。ほとんどの疎開者はまず、フランスに送られ、 その後に各国に送られた。グレゴリオ・アリエによれば、一時滞在者を含む国別の疎開者は、フランスが22,238人、イギリスが3,956人、ベルギーが3,201人、ソビエト連邦が2,500人の5,000人などだった。疎開児童の中には後に作家となる、ルイス・デ・カストレサナなどもおり、カストレサナは、 爆撃から30年後の1967年、スペイン内戦中の疎開を主題とした物語、もう一のゲルニカの木を表している。この物語は、スペイン内戦を敗者の側から書いて、スペインで出版された初の書籍であり、スペイン国民文学賞を受賞した。6月11日には、フランコ軍がの一部を突破し、バスク自治政府の首都であるビルバオに迫ったため、 バスク自治政府は降伏の準備を進めた。6月17日にはビルバオ市民がサンタンデール方面に逃れ、6月19日にはすべてのバスク軍兵士もビルバオから引き上げた。同日17時以降にフランコ軍が入場し、ビルバオは無傷で反乱軍の手に渡った。スティアの記事の世界的な反響により、反乱軍はゲルニカ爆撃後は テロ爆撃に制限を設けざるを得ず、ビルバオに対する徹底的な無差別爆撃は行われなった。6月27日には、ビスカヤ県とギプスコア県の地方自治特権が全廃され、バスク自治政府は支配領域をすべて失って亡命政府となった。8月23日には、バスク軍とイタリア軍との間でが結ばれ、バスク軍は武器の放棄などを、イタリア軍は バスク軍兵士の生命の保証などを約束したが、イタリア軍は協定を守らずに、バスク軍をフランコに引き渡した。パリ在住の画家パブロ・ピカソは、共和国政府を支持しており、1937年1月には、フランコを風刺する内容の詩、フランコの夢と嘘を表し、後には詩に添える、同伴画を制作していた。ピカソは1937年のパリ、 万国博覧会のために、共和国政府から壁画制作の依頼を受けており、はっきりとした意思表示をせずにいたが、4月26日のゲルニカ爆撃が報じられると即座に主題を決定した。5月1日に終作を描いて、制作を開始すると、数日後には、スペイン軍部への嫌悪の意味を込めた、ゲルニカを制作中であるとする声明を発表した。 5月11日には 349cm777cm のカンバスに向かい始め、6月4日頃にはゲルニカを完成させた。ゲルニカは5月25日から開催されていたパリ万博のスペイン館に展示され、ゲルニカ爆撃の悲惨さを世界に知らしめることに一役買った。ゲルニカ製作と並行して何枚ものデッサンを描いており、 これらのいくつかは、泣く女シリーズに反映されている。反フ,ファシストのフランス人詩人ポール・エリュアールは、ゲルニカの勝利と題した詩を制作し、友人であるピカソの絵画と共に、パリ万博のスペイン館に展示された。レジスタンス運動にも参加していた、フランス人彫刻家ノルネイシェは、ラジオで、ゲルニカ爆撃を聞いたその日のうちに彫刻作品の制作を始めた。 6歳の娘をモデルに、ゲルニカを完成させたが、ドクロのような顔、骨の浮きでた手足などの表現の激しさゆえに、公での展示を拒否し、1997年の生誕100周年会古展で、ようやく公開されたが、その後作品は家族の元に戻った。反ファシストのドイツ人版画家、ハインツキウイッツは、パリにいた1937年に、版画、 ゲルニカの制作を行った。その後キウィッツは国際旅団の一員としてスペイン内戦に従軍し、1938年後半のエブロ川の戦いに参加したことは記録に残っているが、その後のすべての痕跡が消えており、スペインで戦死したと推定されている。戦争に関する映画を何本も撮っている。フランス人映画監督のアラン・レネは20代。 後半だった1950年に短編映画、ゲルニカを制作した。フランコ政府の調査によれば、ゲルニカ中心部の住居約300家屋の71%、公共施設、商店の100%が破壊された。爆撃から3年後の1940年には、後輩地域復興委員会が、町の再建に乗り出し、建築家のモンサロ・デ・カルデナスとルイス・デガナが、 再建計画を立案した。通りや公共施設の位置は原則として変更せず、爆撃前には不足していた公園や暮らしを快適にする施設が盛り込まれ、町の中心部に新設されるすべての建物にはアーケードが設けられ、中心部の広場は庭園に生まれ変わった。ゲルニカ駅の近くには広場が新設され、バスク議事堂のそばには円形劇場が建設され、 新設されたすべての建物は、この地域の歴史的な建築様式を踏襲し、赤色の瓦屋根の街並みが蘇った。再建計画がピークを迎えた1944年には、依然として、フランコ政府の捕虜となっていた、共和国軍兵士が再建工事に借り出された。1980年代初頭になって、ゲルニカ、絵画がスペインに返還される際には、ゲルニカの主張は、 絵画の受け入れ先に、ゲルニカがふさわしいと訴え、全国調査では、国立美術館のプラド美術館、パブロ・ピカソが少年期を過ごしたバルセロナに次ぐ、第3位、10%の支持を得た。1981年に、ゲルニカが、プラド美術館に到着した際には、ゲルニカはの商業の中心という地位を取り戻していた。工業地区には、プラスティック製品、刃物、 武器などの工場が集積し、農業や観光業も主要な産業となった。1988年には、第二次世界大戦時の空襲で甚大な被害を受けた、ドイツのプフォルツハイムとゲルニカが、姉妹都市提携を結んだ。ゲルニカでは、毎年4月26日に、様々な記念行事が行われており、1987年の50周年式典には、 広島市の荒木武史市,市長が参列し、1997年の60周年式典では、在スペインドイツ大使がローマンヘルツオーク連邦大統領による謝罪文を代読した。1987年にはバスク自治州議会によって平和研究所が設立され、世界中から集まった学生が各種のセミナーに参加している。1998年にはドイツ国会が ゲルニカ爆撃の謝罪を全会一致で決議し、国会代表がゲルニカを訪問した。同年には爆撃の写真などを展示した平和博物館が開館した。フランシスコ・フランコ独裁政権やフランコ派、フランキスタの学者は長らく、ゲルニカの破壊はバスク人自らの手によるものであるとする主張を曲げなかった。フランコ独裁政権末期の1960年代末に、 なるとようやくフランコ派の歴史家がゲルニカ爆撃はコンドル軍団によるものであると認めたがゲルニカ爆撃はドイツ軍が勝手に行ったことでありフランコ軍は関与していなかったとの言葉を添えた。当時のフランコ政権は依然として歴史的な評価の行方に気を配っていたがシエルバの主張の転換を妨げなかった。イギリス人のとの二人の調査区は1976年に イ・デゲルニカ大道を出版し、32カ国で2400万部を売り上げた。スペイン語訳は1977年に出版されたが、ゲルニカ爆撃の決定にフランコ軍が関与していないように改変されるなどし、原著者はスペイン語版の役者と出版社に抗議を行った。多くの研究者は爆撃指令を下したのがドイツ軍であると考えてきたが、1977年、 スペイン内政やフランコ独裁時代を専門とする歴史家のは司令を下したのがフランコ軍の最高司令部であると受け続けた。1977年にはゲルニカ爆撃の学術調査委員会が設置され、デウスト大学が主導して調査が行われた。この際に調査団は政府の公文書館が保管する資料の公開を求め、政府が公開を拒否したことで論争となったが、結局、 フランコの法的責任は解明されずに調査が終了した。当日は、ゲルニカで定期史が開催される月曜日であり、近郊の村々から多くの農民がゲルニカに集まっていた可能性がある。またビスカヤに先立って大規模な戦闘が行われていたギプスコア県やビスカヤ県内からの避難民も多く、ゲルニカに滞在していたと推測される。 フランコ派の学者は当日のゲルニカの人口4000の5000人、反フ,フランコ派の学者は7000人の居住者に避難民3000人を足した1万人程度と推測している。フランコ派は定期死が中止されていたと主張し、反フ,フランコ派の学者は通常通り開催されていたと主張している。4月28日に発表されたステアの記事は死者数については触れていない。 バスク自治政府は死者数を1654人、連打カりのホセアントニオをギげレれは2000人と推定している。フランコ側はエラン報告で死者数を100人と推定し、フランコ派の学者による死者数は学者によって12人から250人まで幅がある。内戦後のスペインでは反乱軍の言論統制が行われたため、30年間もスペイン国内では ゲルニカ爆撃で死者が出たという事実が知られていたのみだった。フランコ独裁時代には共和国側の発表や共和国寄りの国際ジャーナリズムを基盤に置いた研究が多かったが、1970年代初頭からはより学問的な研究が出始め、フランコの死後にはそれまで未公開だった公文書を用いた研究も不可能ではなくなり、従来考えられていたよりも人的被害が、 少なかったとする説が主流となった。1985年には、サハの歴史家の集団がゲルニカに、ゲルニカサーラという研究組織を設立し、爆撃の意図が民間人の殺戮にあったこと、死亡したのは250人であるとの見解を発表した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。